両腕を骨折なんかしやがって、これからの家事や食事は誰がやると思ってるんだ？余計なことして。夫が夜遅くにお酒のつまみを買ってきてほしいと言われて家を出た時に、暴走車による交通事故に巻き込まれた私。そんなこと言われても、できることとできないことがあるから。案の定骨折してからは、毎日のようにうまく家事ができない私に文句を言い、家庭内の雰囲気は最悪だったが、その週の土曜日、夫が出かけるから準備をしろと言ってきた。どこに連れてってくれるのだろう。少し期待しながら車に乗ること1時間、綺麗な湖に連れてきてくれた。するとすでに用意してあったボートに私を乗せてくれ、これは夫の私に対する罪滅ぼしの一つなのかな、なんて思っていたその時だった。じゃあな、さっさと戻ってこないとそのまま流されちゃうぞ。ちゃんと漕げよ。なんと夫は両手が使えない私をボートに乗せてそのまま流してしまったのだ。帰りたくてもどうすることもできない。朝も早かったから周りには誰もいないし、助けを呼ぶこともできない。ニヤニヤしながらそんな私を見つめる夫はそのまま帰ってしまった。やばい、このまま誰からも見つけてもらえなかったらどうしよう。そんな思いと格闘しながら2時間も経てば、私は暑さで熱中症になりかけていた。すると遠くからとある男性の声が聞こえ、助けに来てくれたが、その人はまさかの人で、事情を話すと怒り心頭。あいつのことは私が潰しますよ。その翌日、仕事中の夫が私に鬼電をしてきた。やばい、助けてくれ。私は現在夫と二人暮らしをしている28歳。夫とは仕事の関係で出会い、当初は本当に紳士的な態度で私に接してくれ、どんどん惹かれていき、そのまま付き合うことになった。それからは長い年月をかけずに、私たちは結婚することに。結婚してたくさんの子供と一緒に生活するのが夢だったから、私は本当に幸せで楽しい日々を楽しみにしていたのだが、結婚した瞬間、夫の性格は180度変わってしまった。基本的に家事と食事はお前の役目だからな。俺の方が給料が高いんだし、文句はないよな。え？釣った魚に餌はやらないというのはこのような人のことを言うんだろう。今までは本当に紳士的な態度で接してくれていたのに、結婚した直後、私に家事や食事をすべて押し付けるようになった。その代わりに生活費は夫の方が多く出してくれるのかと思いきや、完全に折半。給料が高いのは夫だからという理由はどこに行ってしまったのか。ただ単に面倒くさいことを私に押し付けているだけではないか。この時点から今後の結婚生活に対する雲行きは怪しくなっていたけど、結婚したばかりですぐに離婚するのもどうなんだ？それに幼い頃に父と離婚して独り身で生活している母も結婚を喜んでくれたし、すぐに離婚したら心配させるだろう。そんな思いもあったから、しばらくはこの生活を続けることにした。おい、今日のお弁当なんで昨日の余り物なんだ？俺は残飯処理係とでも言いたいのか？そういう意味じゃないけど、早く食べないと腐っちゃうし。だったらお前が全部処理すればいいだろ。俺は家畜じゃないんだから、残飯の処理を押し付けるな。なら私は家畜だと言いたいのか？生活費は折半、家事や食事はすべて私に頼っているのに、これはありえないだろう。少しは人の立場に立って物事を考えることができないのか。そう思ってしまったが、できないからこのような言動を平気でできるんだろう。まあこんな人に面と向かって文句を言っても仕方がない。また始まったよくらいの感覚で右から左へ流していた。しかしそんな夫も最近は仕事で疲れていたのか、私の家事や食事に文句を言う体力も残っていないようだった。夫婦の会話も少なくなっていたけど、ある意味平和でいいなと思いながら過ごしていたある日。その日は金曜日。久しぶりに夫が早く家に帰ってきて、夕方からお酒を飲みながら一人でテレビを見ていた。私は元からお酒が好きじゃないし、週末を楽しもうと明日分の洗濯物をやっていると夫から呼ばれた。お前さ、どうせ暇なんだろ？コンビニまで行ってつまみを買ってきてくれよ。
え？ビールのつまみがなくなったんだよ。俺は酔っ払ってるし、買いに行くのもめんどくさいから、さっさと買ってこいよ。まったく、この人は私のことを何だと思ってるんだ？まあかなり酔っているようだったし、ここら辺は交通量も多いから、確かに夫が行ったら少し危ないかもしれない。だけど、人にお願いする時の態度ではないじゃないか。もう少し姿勢を低くして頼んでくれたら、私だって喜んでいくのに。これでも会社でそれなりの役職をもらっているのだから驚きだ。こんな人が上司になって部下が育つのか、なんて思いながら、私は近くのコンビニへ向かった。コンビニの目の前の信号、青になっていたから左右を確認して渡っていると、急に右折してきた車にぶつかってしまった。右折だというのにかなりのスピードを出していたらしく、私は跳ねられた瞬間から頭が真っ白になった。そして気がつけば病院のベッドで横になっており、そこには涙で顔がぐちゃぐちゃになった母の姿があった。あなた大丈夫なの？よかった。ずっと意識不明で。車に跳ね飛ばされた衝撃で、私はガードレールに頭を強く打ちつけていたようだが、脳みそや体に麻痺が残るといったことはなく、それは不幸中の幸いだった。母に心配をかけてしまったのは本当に申し訳なかったけど、私は両腕の骨折だけで済んだ。まあこれを不幸と取るか、不幸中の幸いと考えるかは人によるだろうけど、もともとポジティブ思考だった私は、治るんだったらまだ良かったと思うことに。しかし連絡が行っているはずなのに、私のところに駆けつけてくれたのは母だけで、そこに夫の姿はなかった。そして次の日の夕方、休みで家にいるはずなのに、夫は夕方になってやっと私のところへ来た。なんだよこれ、両腕を骨折したのか？余計なことして、家事はどうするんだよ。食事だってそうだし、お前の仕事なんだから、俺は絶対にやらないぞ。そんなこと言われても。本当にお前って、人に迷惑をかけることしかしないんだな。最悪だよ。ちょっと待って、さすがにそれは聞き捨てならないぞ。今回私が事故に遭ったのは、あんたのつまみを買いに行ったから。別に夫が直接この事故に関わったわけではないけど、あんたのおつまみを買いに行かなければ、私が事故に遭うこともなかった。謝れとは言わないけど、少し心配してくれてもいいのではないか？しかし夫には私のことを心配する気はさらさらないらしく、これから自分でやらなければいけないであろう家事や食事について文句を言うだけ。ここまで自己中で人として終わってるとは思わなかった。それから私は退院し、両腕にギブスをつけて生活することになったが、宣言通り夫は全く家事を手伝ってくれなかった。もちろん水回りの家事などできないし、掃除機もうまくかけられない。家事をするだけでも本当に大変だったけど、私の仕事はデスクワークでパソコンを使わなければいけないから、少しの間休みをもらうことになった。一日中時間があるため、なんとか家事をこなしながら一週間が経った頃。本当にお前は家事の一つもできないんだな。そんなこと言われても。まあいいや、ちょっと明日出かけるところがあるから、お前も準備しとけよ。これには少しびっくりしたが、なんと夫は私のことをどこかへ連れて行ってくれるようだった。最近の文句は一言二言で終わるし、もしかしたら私に対する罪悪感が芽生え始めたのかも。そんな期待を胸に、私は次の日、朝早くに起きておめかしをして準備すると、車で1時間ほど走り、とある大きな湖に連れてきてくれた。そこには手こきボートが用意してあり、夫が私のことをエスコートしてボートへ乗せてくれた。ありがとう。あなたも早く乗って。それじゃ、さようなら。私がボートに乗った瞬間、夫はゆっくりとそのボートを押して、私は岸からどんどん流され始めた。ちょっと、これは一体どういうこと？助けて、私一人じゃそっちに戻れないわよ。うるさいんだよ。早く手を直さないとどんどん流れていくぞ。帰りたいんだったらその手で漕いでくればいいじゃん。両腕を骨折しているのに私が漕げるわけがないだろう。
しかしどんどん岸から離れていく私の姿をニヤニヤしながら見る夫は本当に楽しそうにしていた。そうか、これが狙いだったのか。少しでも夫に期待した私がバカだったんだ。夫は最初から私に罪悪感など感じていなく、むしろ家事をしっかりとできない私にイラついただけ、取り返しのつかないような嫌がらせをしてきたのだ。ふざけるな。心の底から夫に対する怒りが湧いてきたが、今怒ってもどうしようもない。お願い、お願いだから助けて。さっきも言ったけど、帰ってきたいんだったら自力で帰ってくれば。金はあると思うから帰りはタクシーで帰ってこいよ。夫はそう言うと、助けを懇願する私にニヤニヤした顔を向けて帰ってしまった。この瞬間、私は怒りと絶望の二つの感情で頭がおかしくなってしまいそうだった。パニック障害を持っていた私は自分の心を落ち着かせるのに必死だったが、すぐに過呼吸になり頭が真っ白になっていた。朝は早かったから周りには誰もいないけど、季節は夏だからすぐに暑くなってしまう。このまま放っておかれたらすぐにでも熱中症になる。そう思うとさらにパニックになりそうだったが、なんとか深呼吸をして心を落ち着かせた。大丈夫、なんとかなるはずだ。そう思っていたが、私の元に助けが来ることなく、おそらく2、3時間は経っていただろう。すでに熱中症を引き起こしており、私はボートの上で横になることしかできずにいた。もう意識が薄れてくる。そんな状態の時に、偶然近くまで来た親子が私に話しかけてくれた。あれ、もしかして。よかった、これで助かる。私は安心で一気に体から力が抜けてしまったが、その男性の顔をどこかで見たことがあるような気がした。しかしその男性はすぐに私が熱中症であると分かり、岸まで連れて行ってくれて病院へ運んでくれた。幸いそこまでの重症ではなかったからすぐに回復することができた。失礼します。大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。そうですか。よかった。もしかして、さよこさんですか？助けてくれたこの人には、しっかりとお礼をしようと考えていたが、私の名前を知っていることに少し驚いた。病院まで連れてきてくれたから、私の保険証か何かを見たのだろうか。しかし、言われてみれば、私もこの人の顔に少し見覚えがある。一度レストランでお会いしたのですが、覚えていらっしゃいますか？旦那さんの働いてる会社と取引をさせてもらっていて。私はすっかり忘れていたが、この人は営業している旦那が担当する一番の顧客だったのだ。かなりの大企業に勤めている人らしく、レストランで偶然会った時もかなり低姿勢で挨拶をしていたことから、夫にとっても相当な人なんだと思う。本当に偶然ではあったが、まさかそんな人に助けられるとは。しかし、両腕を骨折されているようですし、どうして一人であんなところに？実は、夫に騙されたんです。両腕を骨折してから何かと不自由な生活を送っていたんですけど、家事や食事をしっかりとできない私に嫌気をさした夫が嫌がらせをするために連れてきたんだと思います。それは本当ですか？もちろん一回会っただけの人ではあったが、私の命の恩人であることに変わりはない。それに全くの他人というわけではない。こんな期待はしない方がいいのかもしれないが、この人なら私のことを助けてくれるかも。そう思った私は、今まで夫にやられていたこと、そして今回のことについても正直に全てを話した。わかりました。お話しいただきありがとうございます。実は彼なんですけど、普段の態度から私も少し思うことがありまして、私の方でも少し動いてみますので、お待ちいただけませんか？まあ結果がどうなるかはわからなかったし、どっちにしろ私は夫とは離婚して慰謝料を分取るつもりだったから、とりあえずは任せることにした。しかしこのまま夫の元に帰るつもりはなかったから、すぐに母に連絡をして迎えに来てもらうことに。しばらくは実家で生活するとだけ夫に連絡を入れると、案の定既読無視。それから一日が経っても連絡はなかった。
私のことなんてどうでもいいんだなと思いながら、母とこれからについて話していると、ついに夫から連絡が来た。今まで一切連絡をしてこなかったし、今は仕事中のはず。どういうことなんだろう。夫と会話なんてしたくなかったし、電話越しでも声を聞きたくなかったけど、何度もしつこく連絡をしてきたため、私は仕方なく出ることに。しつこいのよ。一体どういうつもり？お前、会社に変な連絡しただろう。今上司から連絡があって、もしかしたらクビになるかもしれないんだぞ。え、クビ？確かに夫の取引相手のあの人は少し掛け合ってみると言っていたけど、まさかこんな急速に状況が変わるとは思ってもいなかった。それに罰があってもボーナスカットとかそれくらいかなと思っていたのに、まさかクビとは。これには私も度肝を抜かれた。クビって本当なの？まだ決まったわけじゃないけど、そうなる可能性が高いって。とんでもないことをしてくれたな。俺がクビになったらお前の生活も大変なことになるんだぞ。一時的な怒りの感情で余計なことしてどうやって責任取るつもりなんだ。ふざけないでよ。愚かな考えで私の命を危険にさらしたのはどこのどいつよ。そんな奴に言われたくないわ。私は夫の発言に堪忍袋の尾が切れ、つい怒鳴ってしまった。今まで私が夫に対して怒鳴ることなんて一度もなかったから、これにはかなりびっくりしていたようだけど、当たり前の話だ。私にやったことに対する謝罪は一切ないのに、自分のことは逆ギレしてくる。ふざけるのもいい加減にしろ。それに悪いけど、私があなたの会社にリークしたわけじゃないからね。私のことをボートから助けてくれた人。この前レストランで会ったあなたの取引先の人だったわ。その人がちょっと動いてみるとか言っていたけど、まさかそんなに権力のある人なの？え、それって本当なのか？あの人は俺が取ってきた契約の中でも一番大きくて、会社にもかなりの利益を生んだ取引相手なんだよ。頼むよ、今すぐその人に連絡をつなぐから、すべてが誤解だったって説明してくれないか？今ならまだ間に合うから、頼む。だからさ、なんでそんなことやらないといけないの？嫌に決まってるでしょ？お前のためでもあるんだよ。このまま俺が無職になったら、どうやって生活していくつもりなんだ？怒ってるのはわかるけど、少し冷静になれよ。冷静になるのはお前の方だろう。どうして私がお前のことを助けてあげると思えるんだ？それに、どうしてこんなことをされてまで一緒に住むと思えるんだ。本当に脳内お花畑だったし、頭が悪すぎて話しているのも疲れる。当たり前だけど、このまま結婚生活を続けるわけがないでしょ？なんでいつまでもあなたのことをサポートし続けないといけないわけ？いい加減にしてよ。あなたとは離婚してもらうし、すぐにでも慰謝料を請求する。だから会社をクビになろうがどうなろうが、私には一切関係ないから。え、離婚って、そんな急に言われても。離婚だけじゃなくて、慰謝料もちゃんと払ってもらうからね。今までの暴言の数々、それに今回のボートの件だって証人がいるんだから逃げられるとは思わない方がいいよ。もしかしたら私が掛け合うことで夫の処分はなしになるかもしれない。そう期待していたようだが、そんな甘い話がこの世の中にあるわけないだろう。自分のやってきたことの重大さに気づいた上で、ここまでずうずうしいお願いをしているのかは知らないが、もともと縁を切るつもりだったし、なるようになればいい。ちょっと待ってくれよ。考え直してくれって。俺の方が給料を稼いできているんだし、これから長い目線で考えたら絶対一緒に生活していた方が。あのさ、さっきから何言ってんの？長期的な目線で考えたら、あんたみたいな頭のおかしな人間と一緒に生活するより、実家で生活していた方がよっぽど幸せだし、充実した人生を送ることができるから。それに働いているのはあんただけじゃないんだよ。あんまり人のことを見下さないでよね。私ははっきりと夫に対してそう言ってやり、電話を切ってやった。それからも私に対して何度も電話をかけてきたが、すべて無視。まあこのまま行ったら離婚届にサインしてくれるとは思えなかったから、知り合いの弁護士に頼んで少し協力してもらうことにした。
あのクズのことだ。どうせ最後までわめいてごねるつもりなんだろう。だけどこっちは弁護士がついてるし、そうはさせない。その話し合いを進めていく中で、私のことを助けてくれたあの取引先の人から連絡があった。つい先ほど旦那さんの会社から連絡があったのですが、クビにしたそうですよ。離婚されるというお話は聞いていたので、私も徹底的に処分してくれとは言いましたけど。そうだったんですね。今回は最初から最後まで本当にありがとうございます。実は彼のことで少し気になっていたことがあったんですよね。彼の会社のいわゆる上層部の人たちから私が彼とよく会食をしていると聞いて、まあ私はそんなこと一切していなかったからその件についても調べてもらったんですよ。そうしたら大手取引先の私の接待という名の経費で遊んでいたことが発覚して、それについても会社から言及されているそうです。まさかの新しい事実には私もびっくりしたが、あの男ならやりかねないなと思いつつ、いろんな方向からしっかりと制裁が加わったことに私は満足した。それから知り合いの弁護士が動いてくれて、私たちの離婚が成立し、慰謝料もしっかりと振り込まれた。それに会社からは使い込んだ経費の返金を迫られているらしく、その金額はかなりのものになるみたい。生活費は私と折半していて、自由に使えるお金はかなりあったはずなのに、本当に何をしているんだと思ったが、今更私が気にするような話ではない。自分のやったことに対する責任は自分で取る、それだけのことだからね。これは共通の知人から聞いた話なのだが、会社に対する返金と私に対する慰謝料を同時に支払うことはできなかったらしく、カードや消費者金融から借金をしまくって、足りない分は親や友人からかき集めたそう。今ではその返済に首が回らないようで、バイトや夜勤を掛け持ちし、体力の限界まで毎日働いているそう。それで得たお金はすべて返済に回され、自分で使うお金は一切ない。まあそんな贅沢を言える立場ではないのだが、元夫はストレスを発散することもできずに、ひたすら返済のために働いているみたい。ちなみに私は現在も母と二人で仲良く生活しており、幸せな毎日を送ることができている。持つべきものは信頼できる人間関係、そして自分のことだけでなく人のことも考えられる心なんだな。